特ダネじゃー、限定新聞じゃー。あら、事件かしら。源氏の御曹司が崖を馬で降りたですって。よくわからないけど、なんか素敵だわ。兵士討伐に向かった義経は崖の上から奇襲をかける作戦に出た。まさか背後の険しい崖から攻め込まれようとは夢にも思うまい。この奇襲は鵯越の逆落としと呼ばれ、兵士軍は敗走。義経の戦の才能にたくさんの人が驚いている。朝廷からのご褒美、京に戻った義経に後白河法皇様という偉い人が官位を授けてくれたよ。官位を授けよう。お兄ちゃんの頼朝が嫉妬しちゃうよね。勇敢で位も高いだなんて、素敵しかないじゃない。素敵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 。次号を待て。特ダネだよ、全国新聞だよ。お、事件か。なに、便所。あんな怖い顔して、実は綺麗好きか。ウケるんですけど。信玄が拠点としている辻ヶ崎館に、なんと信玄専用水洗便所が設置されたそうだ。流してよいぞ。信玄が合図すると、家臣が川の水を便所に流す仕組みになっているよ。人力だっただよな。でもすごいぜ、信玄さん。すげー。次号を待て。特ダネじゃー、戦国新聞じゃー。ん、なんで。はしば、誰で。サルってサル？ウキ。織田信長に仕えるサルこと木下藤吉郎秀吉。農民の出だがどんどん出世している。そこには秘密があった。わしも丹羽殿のように教養あふれる武将になりたいのじゃ。どうかお名前から羽の一文字をいただけないか。ぜひ勝家殿の武勇にあやかりたく、お名前の芝の字をいただきたいのだが。古くからの家臣に嫌われないよう、重臣たちから一文字ずつもらい、そして改名成功。丹羽長秀と柴田勝家から一文字ずつ取り、ハーシーバと改名したよ。人たらしじゃの。次号を待て。特ダネだよ、新聞だよ。あら、事件かしら。寺の建築ラッシュ。確かに最近騒がしいのよね。古来からの神々もいる日本、仏教を取り入れるべきかどうか、この問題に終止符を打ったのがあの推古天皇の言葉だった。これからはますます仏教を重んじるように。こうして大陸から伝来した仏教は国を守るための教えとして権力者に支持されていった。ただ働く人たちはもうクタクタ。そんな彼らを支えていたのが、夜の寒さも体には応える、遠慮せず受け取るがよい。庶民の味方、馬宿の王子でした。おしめきた。王子は仏教派だし、私も仏教を信じちゃうわ。馬宿の王子しか勝たん。次号を待て。特ダネじゃー、安土桃山新聞じゃー。また事件か。告発、誰を。家康さん、いざっちと不仲だしな。嫌な予感しかしない。秀吉の遺言には大名同士が勝手に縁組をしてはいけないという規則があったが、実にめでたいこと。両家の絆が深まりますな。家康は息子を東北で力を持つ伊達政宗の娘と結婚させ、両家の絆を深めた。それを知った三成は家康にこの規則の存在を問い詰めたそうだ。
家康の返答は、年のせいか物忘れがひどくてとすっとぼけたらしいよ。出たたぬきじじい。てか伊達さんも悪くね、俺も嫁欲しい。次号を待て、特ダネだよ、全国新聞だよ。ん、何事だ、麦飯大作戦。でも家康さん一人が麦飯にしたところで、気を利かせた家臣が麦飯の下に白米を忍ばせたところ、家康は、お前たちは私の心を分かっていないと怒ったという。家康は、私が先頭に立って倹約することが戦費の節約につながり、下の者たちをいたわることになると言ったそうだ。それに麦飯は栄養豊富な健康食品、みんなも食べてみよう。てか麦飯しか食ったことない、白米食べてみたいぜ。次号を待て、スクープじゃ、幕末新聞じゃ。どうした、薩摩藩から篤姫が将軍家に嫁入りか。おめでてえじゃねえか、美しいの。薩摩藩藩主島津斉彬の養女篤姫が徳川十三代将軍家定の正室として大奥へ入った。必ずや父上のお役に立ってみせます。陰で支えていたのは西郷隆盛。立派な嫁入り道具を用意せねば。薩摩藩のメンツにふさわしい立派な嫁入り道具を揃えたそうだよ。西郷さんは何でもできちゃうんだね。西郷殿の人気もちゃっかり爆上がりじゃの。薩摩も安泰だ、うれっぴー。次号を待て、特ダネだよ、全国新聞だよ。なんだろうか、隊員募集。お、あの赤い鎧を着られるのか。おお、隊員募集。陽光、鎧を着て 10km 全力で走れる人、制服赤い鎧支給、勤務時間太陽が昇っている間。真田隊だ、見事な赤備え。なんと堂々とした姿だ。鎧の色を統一することを色備えといい、特に赤備えは戦場で目立つため武勇の象徴だったんだよ。時給要相談、赤備えが君を待ってる。お金もらえるよね。てか 10km 走れないが無理無理。次号を待て、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。